内田博人です。あなたは夜の星を眺めることがありますか？ケフェイス座、コグマ座、シシ座、オーグマ座、コト座、カシオペア座、オリオン座、オウシ座、この空にはたくさんの星があり、たくさんの星座があります。そこからいろんな人たちが来たと言われています。ニラ人、プレアデス人、オリオン人、ベガー人、ケンタウルス人、シリウス人、ヒアデス人、調べてみると沿岸人、シリウス人、オリオンのエイリエン人、リラ、ベガ、ヒアデス、ケンタウルス、ゼータ、火星のマルシアン、プレアデス、アトル、そしてエイジアン。一番最初に作られたのが沿岸、黒色、2番目に赤いアトル、プレアデスアトルですね。3番目にエイジアン、アジアですね、黄色ジンス。4番目にエイリアン、オリオンのエイリアン、白色人種。このプレアデスアトルはニビルというとこから来て、その地球から500光年プレアデスはタイゲット太陽系出身で、官能的、ワクワクすることを好むと。超古代において オリオンのエイリエン、白人とプレアデスが衝突したことがあります。エイリエンは実直で固い性格です。そして、人民の抑圧的なことを行っていたといいます。その問題を口出しして、プレアデスは超音波で壊滅的打撃を受けたことがあるので、エイリアンに口出ししなくなった。その時の争いを止めたのはシリウスです。この地球ではエジプト中心とした文明が栄えたといいます。ピラミッドはギラ人とシリウス人が作ったといいます。エジプトでは太陽を信仰し、大犬座がシリウスを表しています。あとプレアデス
六芒星、スバルがそれを表してたりします。もともと最初の人類がこと座に生まれたリラ人というようです。リラ人、リラ人よりシリウス、オリオン、プレアデス、ベガ、ゼータ、これがこと座の子孫だといいます。金星人はヴィーナスで表されます。こと座からベガ、アルファ星を逃れた、移動した人々は金星に移民したといいます。金星はお牛座を表します。そして V 字型を表します。それは V 字母子の集まりだからです。プレアデスとヒアデスとアルデバランという種族が特にその金星人部の神、不浄なるものを憎むという体質があります。ヒアデスのアトラスは7人の娘がいり、アトラスの7人娘が囚われの身になったという神話が、オリンポスの神話があります。ティーターン神族、木星ゼウスの子ペルセウス、そのメデューサを倒したペルセウスの子孫ヘラクレスがアトラスの七人娘を救ったという。ペルセウスはアルファ星ミルファクを表します。ペルセウスの妻はアンドロメダといいまして、ペルシア王家の祖と言われています。プライドの高い女性です。アトラスとアエトラの娘ヒアデスの7人娘をヘラクレスが作ったという伝説。ヘルメスとか言いますね。そのティーターン神族、これがオリンポスの十二神、その父君がウラノスという最高神、天王星に表されています。人が作られたのは2億8900万年前とも言われ、シリウス人が作ったとされています。オリオン、オウシ、ケンタウロスの人々が操作に関係したと言われています。
2500万年前にレトロウイルスが人に組み込まれましたと。そのウイルスの話はこの後。200万年前にシリウス星人が地球にまた来ました。火星の方から丸道具、神様が来て、神様が仲良く暮らしてたようです。だけどもプレアデスの方からニビルからネガティブなアヌナンキというのが、またこれも神と言われています、来まして人間を土族化しました。人間が働かされるのに疑問を持たないように寿命を短くし、病になりやすいように遺伝子を操作しました。また恐怖心を植え付けたのです。しかしそのアヌンナキも悟りを開き、土族化をやめました。だけどもすぐに、その後すぐに、これは6038年ほど前にアダムの時代です。まさにアダムがその実験で、ネガティブなレプテリアンとグレイという種族がアヌンナキの支配形態を受け継いでしまったんです。そのレプテリアンやグレイのことを今ではエチオピアではジアといい、エロヒム、アドナイ、シュ、ヤーウェイと言ったり、エホバ、アラと呼んでいるわけです。ネガティブな言い方では奴隷化したのかもしれません。だけどもその当時の地球環境を考えると、紫外線説というのを私は思います。大きな体の人間だったらしいです、みんな。だから小さくして、その結果寿命が10分の1となったのではないかと。そのエイリアンたちに遺伝子を操作されたため地球には病気があります。レプテリアンたちは戦争と搾取を人と牧畜の関係を魂の牢獄として行いました。黄金に価値を置き、競争原理、権力闘争、恐怖感の統治、憎しみ、嫉妬、所有欲などを植え付けたのです。そのアヌンナキやグレイ、次の人々が創造主であるということは、これは嘘です。真実の創造主というのは イルミナティでも
信仰の親であるシリウスです。アヌナキやグレイや月の人々はシリウスを知能的に低いニャンコロとニャントロですね、ニャントロというふうに言って蔑みました。これはシリウス星人、我々に対する愚弄であり、男尊女卑というものは支配システムを維持するための奇弁でございます。男尊女卑というものはなぜ行われるか、行われてきたのかというと、女性は直感に優れております。昔から巫女は神の言葉を聞くとされ、真理を当てるという、巫女は女性が司っていたのです。直感に優れた女性が表に出てこられることをアヌンナキやグレイ、レプテディアンは阻止してきました。もともと男の声は低く威圧的で、女の声は高く優しいです。男の人は思慮深く、女の人は直感に優れています。男の人は疑い深く、女の人は騙されやすいのです。星占いがあるのは天体のこれらの断りを、秘密を伏せるためです。私たちは心で察知する感覚というものを大事にしていかないとならないです。我々、私たちの親は教えます。危険なところには行くな、危険なことをするな、危険なものと群れるな、ということを教えます。その余計なことを考えずに、親たちが教えてきたことを守る、これが一番大事となってきます。その阿呑那伽たちは無限であるものを有限であると思い込ませる、これが支配の第一歩なわけです。無限であるものを有限であると思い込ませる。それが支配だということです。この世界においていけないことは争うことと、遺伝情報を勝手に変えること、汚染すること、この3つは最もやってはいけないこと。
よくよく吟味して全員一致で行うべきこと、争わず、この遺伝子という問題は プレアデスというのは大変優れた集団であり、貨幣、経済、税、ローン、試験というものがないという高等な審議会を持ち運営していたようです。だいぶ後に地球がパンゲアといって球体、一つの大陸から分裂した時、ムー、レムリア、アトランティスという大陸があったようです。アトランティックオーシャンと今でも言うように、大西洋にはアトランティス大陸がアフリカから北米にかけて、あとムーという大陸がまさに太平洋の真ん中に存在し、レムリアという大陸はインド、パキスタンの南側にあったようです。この国々はリラ人を先祖に持つプレアデスの国々だということです。それが1万1500年とか1万2000年の昔に突如消えてなくなります。どうやら隕石落としを観光したようです。要するにムーといって、今では日本では荒ぶるとか新しいという字で表しますけど、あとムーは無に牛とか釈迦牟尼ブッダの無という字とか、あと紫という字で表しますけど、この無とアトランティスは争っていて共倒れをしたということです。皆さんはウイルスのことをご存知でしょうか。ウイルスは全て悪いものではないということで、最初の生物の方だとも言われています。人の胎児は父母両方の遺伝形質を受け継いで、父親由来の形質は母親にとって異物であるから、本来であれば臓器移植の時同様、免疫リンパ球によって排除されてしまうはずです。その母親由来のリンパ球の攻撃を胎児から守っているのが胎盤外側に取り巻く合胞体栄養膜です。この膜は
胎児の発育に必要な栄養分を通しますが、リンパ球は通しません。この膜のおかげで胎児が発育できるのです。この重要な膜は心室筋と呼ばれるタンパク質より形成されます。その心室筋を生産しているのが内在性レトロウイルスなのです。30億年にわたって私たちの命を守ってくれているウイルスがいるのです。ウイルスがジュネッツって遺伝子に作用してエクソンつってタンパク質を作る。これを医学では翻訳と言っているわけです。また細菌ウイルスバクテリオファージは細胞の中で増殖し細菌を溶かしてしまうウイルスです。最初フランスやドイツや、そのフランスやドイツが赤痢の治療を行い成果を上げていました。1940年代に製薬会社が黄色ブドウ球菌や大腸菌などを標的としたファージの製造を行いました。抗生物質が開発されてからはファージ治療が姿をほとんど消しました。ファージは目的の細菌だけを攻撃するので善玉菌まで攻撃いたしません。細菌O157 などがバクテリオファージが原因だと言いますか、それは牛や鶏への抗生物質の乱用が耐性菌を生み出す原因なんです。ウイルスも生存をもって主観闘争戦略をしています。何より彼らは30億年地球上の生命を滅ぼしてはいません。仙台ウイルスなどは皮膚がんの悪性黒色種の増殖を止め悪性の細胞死を促したりします。稲、トマト、肉食品やメロンには食品添加物として細菌の増殖を止めるウイルスが使われているんです。HIV ウイルスはキャリア同士が複合するとさらに強力なウイルスとなります。薬のブロックパターンを覚えてそれに対するウイルスを作り、ウイルスとなって進化するわけです。もしかすると考えますが共食いをさせて滅ぶのか、それとも全く善玉菌と変異できるものなのか、その善玉菌をまた送り込むことは可能だろうか。ポリオウイルス、風邪のアデノウイルスなどはエンベローブといって包む触手のようなもの、このリビド二重膜を持っていないです。 HIV B 型や C 型
肝炎はエンベロープを持つウイルス、エンベロープウイルスと呼ばれています。ご存知の通り DNA、 RNA、 プロテインという順番でタンパク質は合成されますでありますから、 RNA にへばりついて情報、遺伝情報を変えてしまうエンベロープウイルスというのは大変、人体にとって脅威である。しかしながらそのエンベローブタンパクを壊す方法はないわけではないです。従来のように石灰石やクロロフォルム、アルコール、中性洗剤などが エンペローブを壊し感染性を失わせる。しかしそれを人間の中で行えるとするならば、クロロフォルムには発がんの危険あり、中性洗剤は活性、環境ホルモンですから、残るはアルコールであると。かるがゆえに我々の先祖はユダヤは、人の体に優しいお酒を作ってきたわけです。また私たちの先祖が、どのように食事をとればいいのかということを研究したのが、日本国の宗教、日本国だけではないですが、インド、中国、日本と渡ってきた禅曹洞宗の道元禅師、彼の弁道法に人がどのような食事をとればいいのか示されてます。結局その言うことをまだ無機会を増やしていただきたい。また仏教ではアルコールのことを般若糖と言っています。半熟ゆで卵でお酒をアルコールが飛ばない程度に抜く目、それは人の体温と同じぐらいに抜くめたお酒、アルコールに湯を少し足すのぐらいがいいかもしれないですね。でさっきから申し上げる通り、この世で悪というのは、島根大学とかイオン財閥はちゃんと気をつけていただきたい。何があれかというと、遺伝情報を変えてその食べ物を、よっぽど気をつけていただきたい。我々は争ってはいけない。
遺伝情報を書き換えるということはよくよく注意して行わなければならない。あらゆる土地、作物を汚染してはならない。我々日本のお作りになられた最初のスメラミコトは天のみなか主と呼ばれる方です。天の三神といい、天のみなか主と高み結びの神、神結びの神がおられ、食べ物に関しては毒性がある、安全であるというのを確かめてくださったのは高み結びの神様です。この高み結びの神様は中国大陸も監督され、中国においては神の農業の農と書いて神農と呼ばれる中国古代最初の方の神ですね。まあ、中国においても日本においてもこの神農さんというかが吟味してくださって、今我々私たちは安全な食べ物を食べることができる。そして最初のさっきの話でムー大陸というのが出てきました。ムー大陸というのが釈迦族、インドのお釈迦様の釈迦族や我々日本だけでなく全世界の故郷、ムー大陸から日本に渡ってきた州、ウブス、ユダヤの祖ですね。ウブスは最初に我が国において大山と日高み国というのを開いたんです。これは大原絵のりとをご覧ください。で、岩手県早知根山東の佐木から飛騨高山に遷都します。それから34代後にイザナミ、イザナギが岐阜の高山の暗い山を離れ、地震、大地震の被害から逃れて8万人と言われる人々を連れて奈良の笠、桜井の笠です。後にいろんなところに三笠とかいろいろな、ね、地名をつけたりするでしょう。その一番最初、笠、高山と書いて笠、それがただの竹冠の立つと今は書いてあるけど、そこへやってきたイザナギ、イザナミが、その子が月読み、東北に行った月読みやアマテラスといわれる大昼目の道、大昼目の道ですね。あと佐野の御事、その辺の話は私のブログに書いてますよね。それで第10代の時代に卑弥呼、豊ですね、豊がやってきた。
豊かと書いて豊。この豊は九州のあそこから来た福岡の方から大分とか福岡の宇佐あそこで、その宗像家に来た先祖は蘭っていう方、これは彩の国の伝王と結婚した方の蘭のお父さんが扶桑、日本を扶桑国というのはこのためです。扶桑のお父さんがかの有名な始皇帝です。優順新政です。新国は30何代遡れば菱という元祖にたどり着きます。その元祖の親がシメオン族、シメオン族ということはダビデから10代後ぐらいの人ですから、10代遡ればまたダビデを皆さんご存知の六芒星です。表す金星ダビデ王にたどり着くわけです。スバルとその要するにプレアーデスです。でこのダビデ王の12代前がイスラエル、ヤコブです。ヤコブには12人の子供たちがいました。ヤコブのお父さんがイサク、これはこの方はアブラハムとサラの息子です。聖書をご存知の方はよく知ってるでしょう。神様が忠誠をアブラハムに試した時、イサクを殺せるのかと言って、アブラハムは本当に殺してしまおうとする。そこで神様はやめろと、やめてくれ、ごめんなさいと言って謝ったんだよ。その、まあ我々日本民族はイサク、サラ、要はサラの子たちですが多いです。アブラハムとケトラ、お嫁さん3人いたケトラとの間にできたのはジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハの 6人の子供たち。この子たちが東方の先祖になりました。そのミディアンの子供がエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーで、皆さんお気づきの通りエフェルというのはそのフランスの神です。神というのは先祖です。そしてアブラハムとハガルの子にイシュマルという子が生まれ、イシュマルには12の子供たちがいて、アラブの先祖となりました。そこからあれですよ、
アブラハムからテラ、ナオル、セルグ、レウ、ベル、ベレグ、エベル、シェラフ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セトで、皆さんご存知のアダム。アダムはウブス、おそらくその遺伝子アヌンナキによって、レプテリアンアヌンナキによって遺伝子改造された場所は青森でしょう。この日本地方で6038年前にアダムの改造が行われたと私は思います。私たちはよくユダヤと関わりがあるって話をしますが、関わりがあるのではあるというだけではなくて、まさにこのように我々の先祖にはユダヤが入っているわけです。ユダヤというのは最初はウブス、土に生まれると書いてウブス、日本から始まってます。それが中東地方に行ってエジプトに入るときにヘブライと名前を変えたわけです。ヘブライは要するにユダのヤコブ、イスラエルの息子の兄弟ヨーゼフがエジプトに行くときにヘブライで、彼らがモーセによって帰ってきて、それからユダと名乗ったわけです。だからユダヤ人っていうでしょう。我ら日本と何らあれです、兄弟です。まあでもこの話聞いたら分かる通り、全ての人類、全ての生命がつながっているわけです。そして我々が今まで教えられてきたことっていうのはあれです、進化してっていう話ではないということです。みんないろんな星から集まってきた。ヤコブ、イスラエルの子供たちを、長男ルベン、次男シメオン、三男レビ、四男ユダ、五男ダン、六男ナフタリ、七男ガド、八男アシェル、九男イサカル、十男ゼブロン、十一男ヨーセフ、十二男ベニヤミン。レアという奥さんとの間にできたのはルベン、太陽のマーク、シメオン、月とポットのマーク、ユダ、ライオンのマーク、ビルハという奥さんとの間に生まれたのがダン、ヘビのマーク、ナフタリ、鹿のマークで、ジルハという奥さんとの間に生まれたのがガド、これは天幕、要するに我らの国の、大正祭、天皇が位に着くときにガドの天幕を張りますでしょう。これです。だから天皇帝と言いますね。スメラミコトという言い方と帝という言い方があるわけです。アシェルはジルハというお母さん、これは木がマークです。
これ森っていう日本では名前してます、森ビルの森です。イッサカルはレアというお母さん、レアというお母さんには、イッサカル、要するにロバ、ゼブルン、船のマーク、ラケルというお母さん、ベニヤミン、トルコのあれです、先祖です。ベニヤミンは狼と、マナセ、ヤシの木、エフライム、ブドウのマーク、ユダヤに白人、白色、要はエリエンがいるのはハザール、ハザール半国が一斉にユダヤ教を改宗したからです。だから全く別物っていうわけではないんですよ。だからつながってるんです。改宗したということはそこでも交わりを持ったということです。日本はエフライムやガドが多いわけです。朝鮮はダンです。マナの壺を継承したのはカド族、カドのついた冠、王権を象徴しているこのマークは日本で霧の門です。イル、太陽、光、アッラー、アラブでは言います。エール、セム系ではエールというヘブライ語で、主という、主という、イラーフ、アラビアでは言いますね。ウガリットやアッカド語ではイルと呼びます。このカド族、南朝、ユダヤの南朝ですね、西族、ユダとベニヤミン、でもこれは紀元前586年に滅びるわけです。要するに紀元前928年に分裂があったわけですけど、ユダヤは南朝と北朝に分かれるわけです。日本のあれと一緒ですよ。南朝源氏で北朝が、兵士みたいなもんです。全く同じことですよ。その、もうもっとその日本より1000年も昔の話ですけど、1000年以上昔の話です。北朝はユダヤ十種族、エフライムを中心とした。猫とカエルと人間をの頭を持つクモ、バール、そう、雨信仰です。バール信仰、雨の信仰、太陽の信仰とクモの信仰だから、北朝、このまま日本に入ってきて北朝が出雲、ね、南朝が太陽信仰になるわけです。だから日本では大山と日高見の国は太陽信仰でしょう。出雲、京都は、出雲からなる京都はあれですよ、平氏は、平家は雲の信仰なわけです。太陽信仰と雲、太陽信仰というのが岩手県本拠地とする源氏の信仰となってるわけです、それが融合してあれですよ、あの火の元のマーク、日本のマークは太陽と聞くでしょう。でも太陽になる、菊の紋章になるまでは
あれだったんですよ。太陽、放射状に太陽のマーク、要するにムーで使ってたマークが日本のマークだったと。で、この通り あれですよ、その日本には天の火鉾と言って白木のせがれ、息子も入ってきてる白木王の系統、これが新人工皇后とか日本で最初にお札になったでしょ。本格的な紙幣を明治時代に作った、あの人工皇后、これにあの白木、朝鮮白木、あと、この中野大江のお母さんの斎明とかの時代には中野大江っていうのはあれ鎌足りと天智天皇の皇玉斎明と言われる、その時代にはあれですよ、朝鮮百済の百済が日本に合流してます。でそれを中国に対して、いや別な国なんだっていうことを要するに侵攻されては困るわけです、別な国だよっていうことを分離しましたと、ならもう争いませんっていうことを誓うためのあれです。当時洛陽の方にあったのかな、あのその仏さんビールシャナ仏大仏を建造し、さらに古事記というのは国交をするために日本国誕生神話を天武から元明天皇の、大野安麻呂さんが30代3代推古までって712年に古事記を作り、これは中国との国交をそのするため、あと日本国内の、教育書として和文で720年に天武天皇の第三皇子舎利親王が41代持統天皇まで、持統天皇というのは伊勢神宮の内宮を作った人物です。その舎利親王が日本書紀を編纂した。でもその時代という人というのはですね、結局その古代史というのを全部なかったことにしてしまってるんでね。だからその竹内文献とかいうものが残ってるけれども、古代というものがね、分からなくなっていたわけです。だけども研鑽していくとおぼろげながらであるけれども少しずつ分かってきます。でこの支配というものが、天皇というのスメラミコトっていうのは昔はもともとのスメラミコトっていうのは支配というのをしない人たち、人プレアデスのシリウスやプレアデスのその王党であると、王党であって昔の王というのは支配をしないと、支配をしないということはいかなることかという、これは大事なことだからちゃんと覚えてください。あのよかったら ね、貨幣の感覚がないわけです。経済というものがないわけです。税、ローンというものが、試験というものを作らないわけです。と、
何がこの世の中で問題になるのかっていうこと、その黄金に価値を持たせているっていうのが問題になってます。あと競争原理、競争をさせるっていうことも問題になってます。権力闘争、競争原理、恐怖感で統治する、だから武装したりなんだりっていうのは、よっぽど良くないことだと。憎しみや嫉妬、所有欲ということでいっぱいになってます。核兵器に今使っているウランの、要するにプルトニウム、これはがんやいろいろなものを治す炭素線を要は操作するときに使うと。要するに平和利用っていうのはこれから考えて、あまりにも多いものに関してはやはり地中に返すべきであると。でしかもそれが、人々の暮らしに差し障りのない形でということです。あとダビデが王酒と呼ばれて崇拝されてる王酒だから、お酒はほどほどにですけどね、生活に取り入れてください。私がね、その何もそのあれじゃないです、お酒屋さんのねあれじゃないですけど、お酒を赤ワインと白ワインだったら体が、あるんですよ、この使い方が。いいのも赤ワインです。で、白ワインっていうのはどういう時使うかっていう、アルカリに偏ったら白ワインを、酸性に偏ったら赤ワインを、ポリフェノールが豊富なのは赤ワインと覚えてください。私のこのこれは宇宙の話はないです。この地上の、これです。地上の話というか経図、逆になってた、無重力になってた。これが欲しい人は、私に言ってください。どこにも売ってないです。そして大切なことは、すべて命はつながっていると。誰でも命がつながってるから大切にすること。その大切にするというのは、さっきこれ3回目でくどいですけどね、くどいってか濃いですけど、黄金に価値を持たさないと、競争しない、闘争しない、権力争いしない、恐怖感の統治はもうやめる、憎しみを持たない、嫉妬を持たない、所有欲というものを持たない。このように見ていくと、イルミナティやフリーメイソンがやってることってのは、これ陰謀じゃないってのは分かるでしょ。その上のサンヘドリン、要するに我々の先祖たちからやってきたその議会が行っていることが正しいことが分かるでしょう。ただ我々気づかなくてはいけない、もう人を殺めてはいけない、あ
らゆる命がプレアデス、我々先祖の教えは、スメラミコトの教えは何か、それは全ての命が等しい、全ての命が、等価である、同じ価値である、そういう話を今日はしましたよ。じゃあ、ゆっくりみんなリラックスして、ね、なんであれだ、電気屋さんとかエネルギー関係の人はよく聞いてほしいんだが、水素エネルギーの活用、水素酸素混合ガスの活用をしてほしい。それからあれだ、遺伝子の、要するに PCR のことである、重粒子線の研究を必ず成就してほしい。人々をみんなで幸せにしましょう。それではまた会いましょう。みんなね、お父さんお母さん大事にしてね、で、恋人、いや、その自分の奥さん必ず大事にして、奥さん、旦那さん、奥さんの人は旦那さんね、それ子っていうのが大事、親孝行の子、そして母子、昔を慕う、それが大事。こんなね、だだっ広いね、宇宙の中でね、私たちが生きてることってことがすごいことなんだよ。